さんこんにちは、本日は東京諸島の食材を使って酒の魚をね、一杯の酒の魚を作ってみましょうと、そういうわけであります。でその東京諸島といえば大島、豊島、新島、式根で、ちょっと遠いところで、なんだっけ、明日だ、三宅に神津に、三倉島で、もっと遠くなると八丈、それから青ヶ島、そして小笠原諸島と、こうなるわけですな。でこう大体ほぼ全島に伝わる伝統的な食材として、この草や臭い臭いという人もいるんですけども、これを使って、ね、ちょっとだけ 草屋の臭さを緩和して、洋風と中華風のおつまみ、ね、酒の魚を作ってみたいと思います。これ椿油でしょ、あと小笠原のオガスコ、ね、タバスコみたいなものです。薬膳島ラー油、ね、どんな味がするのでしょうか。そこで欠かすことができないのが、ほら、島の焼酎です。これはどこだ、神津島、神津島の森若、これ結構売れてるらしい、ね、でそれに合うものをね、こういうこう、酸味のもの、これ島レモンですね、小笠原の。だからこれは大島のニンニク、そういったものを取り合わせて、この草屋を漬け込んで、で一杯やろうという、そういう計画です。それでは、早速やってみましょうね、2種類、中華風と洋風と、ね、和風はまあそのままかじりなさいってことよ。でこれはね、もともと自分で焼きなさいっていうのが草屋の基本ですけども、最近はね、焼くといろんなところから苦情が来るということで、焼いてこうやってほぐしたものも売られています。でそれが匂いは臭い、確かに臭いけれども、この味たるやすさまじく美味しいと。一番臭い、ね、臭いってあんましいい言葉じゃないけども、味深いというのが新島の臭いだそうです。で一番ライトな優しい味、ね、臭みが、臭さが弱い、それが八丈だって。でそれ以外の島は以下同分みたいな、その中間タイプ。でこれは八丈のやつです、ね、新島の臭いはすごいですよ。こうやって真空パックにされてても外まで匂いますからね。はい、そしたら、漬け汁を作ろう。まず、レモン、洋風の方からいくよ。縦に置いてこうやってバッテンに切るわけ。そうするとほら、全ての房がきれいに切れるでしょ、ね、これで一発でギュッと絞れる。じゃあ行きましょう。はい、ここにギューッとね、このね、この島レモンってね、みずみずしいんですよ。このほら、この果汁、この果汁、ほらたっぷり。小笠原の小笠子をちょっと辛みを入れましょうよ。ピッ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 、ちょっと舐めてみるよ。うん、もう一声、これぐらいかな。指を変えて、うん、おいしいおいしい。でここに椿油を、ドレッシングみたいなもんだね。一つはこれにニンニクを刻み入れなきゃね。このままつけてもいいね。はい、みじん切りにしてもいい。これで OK。 この中に草屋をつけていきます。じゃあもうその前にもう一つ中華風のタレを作っておこう。薬膳島ラー油、薬膳島ラー油、ね、これ横を見るとね、私を振ってって書いてあるの、ね、これ下の方にほら、要するに薬膳らしきものがとね、とどっているわけで、これをこう振るとこう、うわー、見るからにこう辛そうというか、体に効きそうというか、そういうものになってきます。これこう入れて、おっと、で結構この小さい瓶だけども手間かかってるから安くはないということで、
ごま油、ごま油ちょっと入れましょう。ごま油、で島レモン、残りね、島レモン、ギュッと。さあ2つできました。では草屋を切ります。これをサイコロ状に切りましょう。よいしょ、こんな感じで、これもつけるだけ。よいしょ、ドボドボ。簡単でしょ、これだけ。さあできましたよ。これね、今日これ2つは今日作ったやつ、仕込んだやつね。でこれはね、僕が、ちょうど 2週間ぐらい前だったかな、仕込んどいたやつ。さあ食べてみましょうか。どれ、こちらからいこうか。こうオイルに全面的に草屋の香りが移ってますね。これうまいぞ。これ神津の焼酎、盛岡だって。なんかね、あのカシの木の樽でワイン樽で寝かしちゃうんだってさ。どうで、ちょうどね、この消し、この臭さは、いわゆる草屋の香りは残しつつ、塩分もちょうどよく抜けて、若干の酸味、辛味、これはいい感じよ。ニンニクの臭さ、ね、草屋の臭さ、臭さを持って臭さを制する、ね、残るは旨味のみ。うん、ちょっと中華風いってみようか。うん、これね、薬膳効いてます。これは薬膳を持って臭さを制したっていうやつですね。うん、これね、作って食べたらね、まあ作る工程とか、あと保存期間とか、手についたらとか、確かに臭い。でもこれ食ったらまた作ろうかっていう気持ちになりますよ。昔から臭みと香りは紙一重とこう申しますけれどもね、うん、三口目あたりからそれが実によくわかる。騙されたと思って、これはぜひご家庭で作ってみてください。この焼酎に最高に合う。ああこれはあれだな、草屋のルネッサンスだな。これはいいぞ。